カルネージ、ここでもう装備しちゃう？次は何をするの？また来てね、お兄ちゃん。私にできることはこれくらいだけど、少しでもお兄ちゃんたちの力になれたら嬉しいな。頼りにしてるよ、チキ。よかった。私、いっぱい頑張るね。パフォーマーが集まるミラクルス、もう あ、ところで、ありがとう。うん。うん。話は変わるが。ああ。うん。クロム。うん。あ。ありがとう。イツキ。クロム。うん。うん。しかし、ありがとう。こんにちは。やあ。え、いいかしら。うん、ありがとう。はうん、舞子さん帰ってきたみたいだな。話があるから事務所に戻ってこいってさ。もう帰っちゃうの？ごめん、でも必ずまた来るから。私も、私
ちもまた絶対に来るからね。うん、楽しみにしてる。またね。やっほー。舞子さん、人が悪いです。なんで芸能事務所のことを教えてくれなかったんですか。まあまあ、いろんなこといっぺんに伝えて混乱させるのも悪いかなって思って。それより、翼ちゃんのレッスン、予約入れてきたわよ。レッスン？うん、ダンスと歌をね。翼ちゃんはアイドルとしてデビューさせることに決めちゃったから。正統派の青春派アイドルね。でもそんな急に。慣れろ翼ちゃん、舞子さんのプロデュースの仕方はいつもこんな感じだぜ。事件のことは？残念ながら事件はいつ起こるかわからないのよね。だからとりあえずレッスンしましょう。翼ちゃんはアイドルいけると思うのよね。なんたって舞子さんがビビビって来ちゃったんだから。うちの事務所でアイドルとして活動してたらキリアに会える機会だって増えるわよ。やります。即答か。即答だ。ちなみに歌とダンスのレッスン、いつきくんも一緒に受けてくるのよ。え、俺もですか？うん、芸能の能力を高めることはミラージュマスターの能力を高めることにもつながるから、いつきくんにも意味があるのよ。それはどういうことですか？ミラージュマスターとしての強さはエンターテイナーとしての力に依存するのよ。エンターテイナーとしての力に。そもそも芸能はね、神事のための舞を源としているの。演者の身に神の力を下ろす、いわゆる神下ろしを目的としていたから。神の力を身に下ろす、ひょっとしてミラージュマスター？ええ、マスターがミラージュの力を使う原理は能の神下ろしに通じるものがあるの。だから歌、演技、楽器演奏、芸術、芸能に関わる技術を磨けば神下ろし、ミラージュの力を使う技術が高まるってわけ。簡単に言っちまえば、エンターテイナーとしてすごいやつはマスターとしても強いってこった。私たちが表向き芸能事務所をやってるのも伊達や水郷じゃないのよ。ま、とにかくもうレッスンの予約2人分入れちゃったし、人生何事もチャレンジよ。初レッスン頑張ってきてね。いつき、翼ちゃん、骨は拾ってやるぞ。なんで七に赴く兵士を見送るような言い方。それは明日渋谷のレッスン場に行ってからのお楽しみ。フルコース頼んであるから期待してなさい。それじゃ今日は解散。初レッスン頑張ってきてね。